はい、それでは記者会見を始めます。社民党として、先週は韓国に行っていまして、それで記者会見をやっていないので、そのことについても一言申し上げます。今回2泊3日で、韓国に、社民党として、行きました。で、それは本当に良かったと思っています。で、ウンシュク、議長、国会議長に面談し、それから日本でいうところの立憲野党、今は国会は野党が数が多くなっておりますが、共に民主党、それから祖国革新党、それから正義党、それから進歩党の4つの政党の皆さんたちの幹部とそれぞれ意見交換を行いました。また労働組合の皆さんとも意見交換をし、非常に有益だったと思っています。また、ハロウィンで、たくさんの若者が圧死をした事件に関しての、遺族の皆さんに会い、その問題点の共有も含めて現地に行くということも行いました。日本人が2人亡くなっていることもあり、明石の、事件との遺族の皆さんとも連携しているということでしたが、いろんな話を聞くことができて本当に良かったです。で、ちょうど訪韓した時にユン大統領がバイデン大統領と核の問題やさまざまな点で意見交換をしているということで、改めて社民党から申し上げたのは、議長に対して北東アジアにおける非核構想、北東アジアにおける安全保障構想ということで、そのことについて意見交換をいたしました。まさに平和を作っていく、北東アジアで緊張を高めないで、いかに平和を作っていくのか、それから非核構想、核兵器廃絶を向かうのが社民党の立場で、一緒にそれを作っていきたいということを各政党、それから議長とも意見交換をいたしました。で、社民党は1月に訪中をしておりまして、まさに北東アジアにおける安全保障構想、非核構想、まさにここで絶対に、世界でも絶対に戦争をしないと、で、韓国においてもそのことを確認をいたしました。また、それだけにとどまらず、少子高齢化の問題、韓国は出生率が0.7で、日本の1.2よりも少子化が進んでおります。でも面白く、結構そういうことでもさまざま、意見交換したんですが、同じことをさまざまな政党が言っていて、政府はお金をちょっと配るということしか考えていない。しかし、少子化のそもそもの原因は、労働法制、それから教育費がとても高くなっている、それから高騰している住宅費、住宅事情の問題、それから、などがあってですね、そのことで少子化が起きている、それすみません、育児休業、育児支援に対するものがまだまだ不十分であると、ということなどが少子化の原因なのに、その根本原因を解決しようとせずに、まさに少々お金を配ればなんとかなると思っているところが、政府の今のユン大統領の政権下における政策の間違いだと言っていました。それはそのまま日本にも当てはまると思います。みんなが子どもを持ちにくい状況を作ったのは、まさに自民党政治ではないでしょうか。その意味で、住宅費、住宅、住まいは人権というのをどうやっていくのか、高騰する教育費など、教育受験競争の激化をどうするのか、それから育児支援などをどうしていくのか、非正規雇用をはじめ雇用の安定をどうしていくのか、それこそ日本もやるべきことだというふうに思っています。でも、韓国は日本がしていない選択議定書の批准もし、国家人権委員会もあり、かつ死刑を停止し、それから捜査における弁護人の立ち会いもちゃんと認めているという、さまざま進んだところもあるんですが、共通の問題点に関していろいろ意見交換ができたのはとても良かったです。で、韓国の場合はやはり民主主義は自分たちで作っていく、人任せにしてはならないんだっていう、そういうことがとても浸透していて、
労働組合の運動しかり、解雇の問題に対する闘争しかり、とても勇気づけられた法案でした。ですから社民党は戦争の準備ではなく、まさに平和構築、平和外交と言っておりますので、1月にまさに訪中し、今度法案をし、主な政党の幹部と意見交換をしたことを今後にも生かしていきたいと考えています。次に、優生保護法化における強制不妊手術について考える議員連盟 PT、 今の進捗状況についてお知らせをいたします。最高裁の判決が出て、総理が原告たちに会い謝罪をするということが行われました。これは当然で、優生保護法そのものが憲法違反であり、これは違憲で、憲法違反であり、国会が、政府が謝罪をすべき中身だと思います。社民党は国会決議を出すべきだと考えておりますが、衆参でこの国会決議がなされるであろうという動きになっていることを歓迎し、一緒にこれを促進していきたいと考えています。で、7月24日13時半から1時間程度衆議院第二議員会館第4会議室でプロジェクトチームの開催をいたします。で、主な点は立法にあたっての検討項目について、衆議院法制局から検討項目を教えてもらう、整理したのをレクチャーしてもらい、みんなで共有するということです。立法、議員立法にあたってどういうことを論点として考えなくちゃいけないかということを共有し、今後、活動方針、それからタイムスケジュール、臨時国会で法案を提出するとすれば、結構タイトに精力的に議論をしなければなりません。それと原告との話し合いも含め、しっかりやっていかなければならないので、プロジェクトチームとしてしっかりやっていきたいと考えています。で、優生保護法化における強制不妊手術について考える議員連盟、PT の名前はまだ決まっておらず、次回24日に決めますが、新しい保障制度を作る PT、自民党、自民党、立憲民主党、公明党、日本維新の会、共産党、国民民主党、れいわ新選組、社民党、それぞれのメンバーに入ってもらい、座長は西村智奈美さんで、しっかり、法案作りに向けて、頑張っていきたいと考えています。また、冒頭は冒頭だけ取材頭取りで、そして終わった後はレクというか記者レクをやりますので、進捗状況が分かるようにしていきたいと思います。第1回、PT を7月24日15時半からやりまして、今後も1週間に1遍か10日に1遍、精力的に論点を詰めていってですね、法案作成を臨時国会にはやっていき提出することができるように、頑張ってやっていきたいと考えています。それから先日の、月曜日と火曜、今週の月曜と火曜日、新潟の柏崎刈羽におきまして、社民党の脱原発脱プルトニウム協議会を、全国協議会をやりました。これは全国で脱原発を頑張っている県連が全部集まってですね、社民党の中で脱原発脱プルトニウム政策の確認と、それぞれ何をやっていくかという確認をしました。とりわけ柏崎刈羽原発は再稼働されるんじゃないかという非常に危機感がありまして、これは県議会が決めることでも、県知事が勝手に決めることでもないと、県民が決めることであり、国民が決めることであるというふうに思っています。県民投票も視野に入れて、本当に県民の皆さんと頑張っていきたいと考えています。柏崎刈羽原発は2007年の中越沖地震のその日と、に河野正道議員が、そして次の日に社民党として、現地に入りました。で、そこで、壊れている柏崎刈羽原発を見て、その時実は放射性物質が漏れていたっていうのを後から聞かされます。私もそこで党首として柏崎刈羽原発中越沖地震の直後に入り、壊れている原発を見ました。ですからなおさらこの中越沖地震で壊れた柏崎刈羽原発を動かしてはならないと思います。そして
1月1日に起きた能登半島の地震でまさに避難ができない、道路は遮断される、孤立する、しかも家は全壊し、被爆をしてしまう、避難計画など全く絵に描いた餅だということも明らかになりました。その意味でも柏崎刈羽原発、再稼働させないために社民党は全力を挙げますし、全国の原発の再稼働させないために頑張ります。もともとは 3.11 後には原発を制限的にしていくと自民党政府が言っていた。それを保護にして原発回帰推進している岸田政権は本当に問題です。ですからこの GX 法、国会で成立させられたグリーントランスフォーメーションならぬ原発推進法を廃止するべく頑張っていきたいと思っています。脱原発、脱プルトニウムの政策において社民党は不可欠の政党だと思います。もう50年、60年、もう長きにわたり全国各地で反原発運動をし、実際建設を止めてきたところもたくさんあります。ですから社民党の一つの重要の項目として脱原発、脱プルトニウム政策で頑張っていきたいというふうに考えています。最後にですね、自民党の衆議院と参議院で憲法改正に向けての会議を今やっています。まさに緊急集会、参議院の緊急集会では足りないという考え方から新たに緊急事態条項を設けようと。しかし緊急事態条項では必要ありませんし、参議院の緊急集会で十分です。長期的あるいはにこの一時的ではない緊急事態条項を持っていくことは内閣独裁につながる中身ですし、かつ国会議員の在任期間を延長するというものには大反対です。裏金議員たちがなんで在任期間を勝手に延長できるんですか。しかもこれ数ヶ月、半年、数年在任期間を延長するなど言っています。この在任期間の延長はまさに選挙の禁止です。戦争が例えば始まってこんな政権変えたい、こんな国会変えたいと思った時に変えられなくなってしまうわけですから大問題です。この、自民党の、動き、基礎委員会は憲法審査会に設けられませんでしたが、その代わりに自民党で衆参でこのように動かしていくことについて非常に警戒心を持ってますし、強く抗議をしたいと思います。衆議院と違って参議院は自民党、公明党もあまり前のめりではありませんでした。しかし自民党で衆参でこの会議を作り、岸田首相が挨拶をすると、本当に臨時国会の中で憲法改悪が大きく進む可能性もあります。この点について社民党は他の立憲野党と協力をしながら阻止していくということを力強くやっていきたいと考えています。以上です。ご質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。先の人です。はい、お願いします。郵政法の PT のことで言ったのを伺いたいんですけど、はい、議題の案として立法の検討項目について衆院補正議論があるんですけど、はい、これってあれですか、論点整理の全然手前のこういう何ですかね、検討項目がありますよね、はい、みたいな、そういう。そうですね、議員連盟が論点整理をやり一つ一つ潰していかなければならないわけですが、今回が初顔合わせというか、もちろん皆さんよく知っている人たちですが第1回 PT なので、衆議院法制局の方から論点整理を出してもらって、それを見て議員連盟の PT としてまたとしての論点整理をして、そしてそれを一つ一つ議論して、潰していくというかですね、法案策定につなげていきたいと考えています。それでいうと PT の基本的なメインの課題としてはやっぱ新法の立法がメインで、はい、さっきお話にあった国会決議に関してはその立法の、条文化が終わった後に国会決議っていう形になるんですかね。いや、それはですね、私は
これはまあ国会が決めることですが、社民党は早ければ早いほどいいと実は思っています。まあ、立法と国会決議はまあ別物ですので、まあ、最高裁の判決が出て新たな保障法が必要だ、まあ、保障するためには立法が必ず必要ですから、それは異論がないと思います。で、優生保護法がこの参議院で議員立法でできそして一時金の給付法も議員立法で作りました。ですから、まあ、なんとなくのコンセンサスとしてこれ議員立法として作ると、そのためには PT 作ってやりましょうということです。ただ、まあ、臨時国会に間に合わせたいと思っている、まあ、臨時国会いつかっていうのはありますが、しかし臨時国会冒頭にでももう最高裁判決がこの間あの7月にありましたので、臨時国会の冒頭に国会決議をするっていうことはあり得るというふうに思っています。別に順番はあの問わない、国会として、その違憲だと最高裁から言われたことを重く受け止め、この国会で議員立法でこの違憲の法律を作ったということに関して、きちっと謝罪をすると、で優生思想を乗り越え、まあ、新たに最高裁の判決を踏まえ立法もまあやっていくみたいな中身になるかもしれませんが、順番はどっちが先でもいいと思います。国会の中でそれは議員運営会でいつやるっていうのを決めていただければと思いますし、社民党とすればもうこの間7月3日に最高裁判決が出ましたので、早くやればいい、早くできればやるべきだと考えています。ごめんなさい、その順番のお話なんですけど、その衆院の側としてはその立法の、まあ、原案だけじゃなくてその国会決議の原案も PT の方で両方セットで考えてほしいっていう意図なんですけど、あ、分かりました、はい、あ、そこはそれは聞いてない、ごめんなさいね、はい、はい、そしたらですね、衆議院の議運委員会でその要するに法案の中身おそらく全文を作る可能性が強いと思いますが、それと国会決議がやっぱり、まあ、共同歩調であるべきじゃないですか、国会で議論するわけですから、ですからその議員立法とその国会決議を合わせてということの要望であればその通りにいたします。共通部分があると思いますので、ただ臨時国会はいつかですが、臨時国会はまだ少し時間があるのでその調整は十分可能だと思います。それから やはり全文やその議員立法の中身と国会決議がやっぱり合うというかですね、合ってる必要があると思うのでそれは合わせていきたいと考えています。最後に先日総理と原告団の方々、はい、被害者の面会の後に、弁護団長として、はい、まあ、国会行政との、まあ、なんか基本合意をまとめたいっていう考えを示されているんですけど、はい、その順番としては基本合意があってその後立法作業があってっていう理解でいい？そうですね、それはもちろん政府の方とも話し合いをしていますが、そのことも含めて話していきたいと考えています。まだ政府の方からは基本合意をして立法ですねというのはまだ来てないですね、はい、他にありますでしょうか？よろしいですか？よろしいですか、はい、あ、どうぞ。防衛省の防衛省の不祥事が重なっている件についてなんですけれども、まあ、昨日新たにですね、関連で4人逮捕者が出ているという話も出てまいりました。改めて大臣の責任論のようなものが出てくると思うんですが、改めて福島さんのお考えをお聞かせください。はい、今防衛省のさまざまな不祥事が出ています。とりわけ秘密保護法に関して出ているんですが、まあ、ずさんな運営をしていたということに関してはやはり極めて問題だと思います。ただ社民党は秘密保護法に反対だったので、逆に今の時点でこういうことが問題になる、今この時点でどういう背景があるのかと、経済秘密保護法と秘密保護法の関係も含めて、まあ、改めて点検をしたらこういう問題が起きたのかもしれませんが、むしろ事件の背景についてちょっと調べたいというふうにも思っています。ただ防衛省に関してはまさに
防衛省に関しては、このセクシャルハラスメントやパワハラや、それからこういう不祥事や、それからもう一つ大きい点で言えば、最大に許せないと思うのは、やはり天下りや癒着の問題ですよね。あの軍需産業とのからいろいろあの接待といろんな脅威を受けていたんじゃないかっていうのはありえないというふうに思っています。5年間で43兆円の防衛予算をして、そのさまざまな企業とあの防衛産業ってやっぱり癒着が起きやすい、一機とかいろんなものに金額が大きいですから、あんまり競合他社がなくて、いや癒着が起こりやすいと私は思います。そんな中で、だから言った値段で買うじゃないけれども、あの点検の必要が難しいじゃない。このパソコンはいくらかっていうと、こういくら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 ってこういろいろあるのに、やっぱりあの軍需産業、戦闘機やいろんなものってやっぱりこうそれがリーズナブルな値段なのかどうかって、なかなかやっぱり他と比べるのがちょっと困難なので、なかなか難しいと思うんですね。その意味ではちょっとこういう言葉を使っていいかどうかわからないけど、あのボッテルじゃないけれどもわからないんですよね。そんな中でこんな癒着があって、防衛省があのそれで癒着をやっているっていうのはありえない。これはね、根本的に見直すべきだと思っています。でないと5年間の43兆円の防衛予算、これに社民党は反対ですが、まさにもうずさんな形で税金が使われているということになりますし、ものすごく高い買い物や無駄なものをやっているということになるんじゃないでしょうか。この癒着は本当に許せないというふうに思います。つまり一緒に軍需産業強化をやってるわけでしょう。そして株価を上げて、そして便宜供与っていうか、お互いにとかやって、もうズブズブの関係ですから、これはとことんあのやっていきたいと思います。今おっしゃった防衛省のだから不祥事っていうのは、いろんな側面、その汚職の面と、秘密保護法の面と、パワハラセクハラに関する内部の問題といろいろあると思います。それで一つあの思ってるのは、実は私はあの昨日と一昨日2日間沖縄に行きました。そしてあの那覇市議会議員の補欠選挙の応援です。そして今度の日曜日から沖縄と基地問題連絡協議会で与那国と石垣島と沖縄本島に行きます。日月火とあの2泊3日でやってまいります。だから結局私自身は与那国、石垣、宮古、沖縄本島、それから屋久島、馬毛島、種子島、奄美大島など、南西諸島をずっと歩いてくると、与那国だけ行ってないので、全部あの行くことになります。ここにおける自衛隊配備とミサイル計画についてしっかりあの問題あるし、これこそ避難もできないし、戦争の準備ではなく平和の構築っていう、日本全体がそうですが、まさにそこですから、軍事要塞化をさせられる島々の問題についてしっかり取り組みます。それでですね、沖縄に行ってやはり改めてあの性暴力、あの16歳未満の少女に対する性暴力の事件についてやっぱり怒りが非常に大きいし問題なので、それについて一言申し上げます。これは本当論外で、外務省も問題だし、それこそ防衛省も問題で、防衛省は地元のは一体いつ知ったのかって答えないんですよね。だけど防衛省はなぜ地元にちゃんと県知事や、沖縄県庁に対、沖縄県庁というか県知事や沖縄県に対して、なぜ地元の防衛省はあのきちっと、あれは1997年の、合意に基づいて情報を流さなかったのか。外務省も問題ですが、防衛省も問題です。防衛省はもう信頼をあのもう失っているというふうに思います。それとですね、あの日米地位協定ではあの被疑者段階における米軍の身柄確保が日本はできません。これがそもそも問題です。で1995年少女に対する性暴力事犯が起きた時に、その時に日米両政府で殺人、強姦など重大な事件に関しては身柄の引き渡しを要求することができるという合意を作りました。ところが本件もですが、わりかし日本政府、本件もそうなんですが、これは外務省で確認しましたが、身柄の確保の要求すらしていないんです。
身柄の引き渡しをしてくださいということすら米軍が米アメリカ側に言っていないんです。それは本当に問題です。なぜならば1995年の少女に対する性暴力事件が起きた後、殺人強姦など重大な事犯に関しては身柄の引き渡しを要求できるってしているのに、その引き渡しすら要求してないっていうのは本当に問題だというふうに思っています。で、3月27日に起訴になります。で、この時に外務省の事務次官は、エマニュエル大使に対して抗議をするわけです。トップは知っているけれども、沖縄県知事、沖縄県民、国会議員、国民は知らされていないわけで、上だけ知っていて全く知らされないという構図はありえないと思います。それからなぜ起訴が3月27日で、弁護士として思いますが第1回公判期日が7月なんですか。普通は1ヶ月後ぐらいに第1回公判が入るのに、なぜこんなに第1回公判が遅れるんですか。それは取りも直さず、やはり沖縄県議会議員選挙があり、6月23日の沖縄慰霊の日前には絶対にこのことを、とりわけ県議会議員選挙の前には表に出さないという隠蔽あるいは本当にされたんじゃないかというふうに思っています。だから沖縄慰霊の日には総理、防衛大臣、外務大臣出席していますが、誰もこのことに触れないわけですよね。知ってるでしょう大臣は。でも本当にひどいと思います。で、もし3月27日で、それ前の時点、この12月27日の事案がきちっと議論され、綱紀粛正問題だっていうことになっていれば、第2の事件でもこれやっぱり予防できたかもしれない、あるいはもう起きなかったかもしれない。綱紀粛正っていう形でバーッと動きますから、少なくともその意味でもう本当に人、女性、子どもたちの人権や尊厳を本当にどう考えているのかというふうに思います。お伝えしたかったのがですね、防衛省の責任の取り方なんですけれども、とりあえず海部長が辞任ということはしているんですが、木原防衛大臣については、木原防衛大臣は辞めるべきだと思います。木原防衛大臣はだってですね、日報やいろんなことの問題とかいろんなことでも今まで防衛大臣は辞めています。ここまで問題が大きくなって、沖縄の性暴力の事犯しかり、木原大臣だけの責任ではないけれど、ここまで起きている癒着の問題ですよね。そしてというなどで防衛大臣は辞任、辞めるべきだと思いますし、総理は罷免すべきだというふうに思っています。やめるべきじゃないですか。本当に。なんかその防衛省の立て直しをするっていう面で責任を取るべきだっていう意見と、やめた方がいい。いや、もうやめて、やめない限り何の説得力もないと思います。で、少女の暴行事件に性暴力の事犯で外務省問題だけど、私防衛省も問題だと思っているんです。今回は1997年の合意すら守られてないんですよ。防衛省それやってないわけでしょ。だからやめるべきじゃないですか。もっとこの事件は大きく国会では閉会中審査をやるべき事案だと思っています。でも身柄の引き渡しすら求めないってどういうことなんでしょうか。で、今米兵は第1回公判期日で否認をしているじゃないですか。こんなに身柄の引き渡ししなくていいんだったら、今人質司法で裁判起きていますが、いいんですねって、身柄の引き渡ししなくてもいいんですね、身柄の確保にこれだけ消極的だったら、あんなに保釈認めないのって何なんですかって逆に言いたいぐらいですね。でちょっと長くなってすいませんが、PFOS の件の米軍の調査を日米合同委員会にアメリカ側出しています。でにもかかわらず表に出てこないじゃないですか。だから今回で16歳未満の少女の事件だから、沖縄のは合意があろうがなかろうが不同意性交罪はなるんですよね。こんな複雑怪奇な事件ではないと思います。それはさておき、この件も、外務省のトップと大使は知っている、でもみんなは知らない。だから日米合同委員会に提出されて PFOS の件に関して米軍は知っている、そして日本のトップも知っている、防衛省、外務省、でも私たちは知らない、地元は知らない。
これって何ですかって、民主主義なんですか。これちょっとね、最近政府がひどいと思うのは、政府のトップは知っているんだけれども全然人々が知らない、これって民主主義じゃないでしょうというふうに、まあ、思っています。この日米合同委員会に関してしっかりあのその調査が出てくるように要求していきます。また韓国に行った時に浮島丸事件に関する700文書25冊の記録についてもあのしっかり出してほしいっていう、今厚労省に要求してるんですが、さまざまなあの資料がやっぱり出てきて、きちっとあの歴史の共有がされるように頑張りたいと思います。以上です。よろしいです。